のトリノの星大輔 NHK 杯デビューです。日本の男子シングルとして初めてジュニアの世界の頂点に立った高橋大輔。フィリップグラスのヒーローズシンフォニー、最初のジャンプ4回転のトーループ、あった。トリプルアクセルはどうでしょう。やや硬さがあります。小さい時からテレビで見ていた NHK 杯、自分が出るとなると友達もいっぱい見に来るし少し恥ずかしいですという話をしていました。ジャンプの様子は決めておきたいところです。ステップからのトリプルルッツ、才能大輔 NHK 杯のデビューはやや硬さの残る、最後はため息のデビューでした。本来のあのきらめくような表現力というか手の動き、状態のアピール、ちょっとまだですね。やはりね、一番最初にそのジャンプを失敗してしまって、でその次もですね、ちょっとまた失敗が続いてしまったということになると、どうしても気分的に落ち込んでしまいますよね。岡山市生まれの16歳です。倉敷水晶高校の2年生、シニア初挑戦のこのグランプリシリーズ NHK 杯のデビューですが、リクワイアードエレメント 4.0 から4.9 とやはり厳しい点が出ました。そしてプレゼンテーションです。こちらは5点台が3人出ました。9人終わって9位です。